まあ、私が講演させていただいているときは、私が散々アメリカで鍛えられましたソクラテス方式って言いまして、少人数でやり取りをしながら、私も皆さんもお互いに学んでいくと、まあ、どっちかがレクチャーするような上から目線ではないという形でやらせていただきたいと思いますので、もうどこから質疑をされても結構ですし、まあ、反論でも、まあ、その私の意見を強化してくれる意見でも結構ですので、質問でも結構です。まあ、この本のそのエッセンスっていうのは、昨年駒場祭っていう東大のその学園祭で講演を依頼されまして、でその時に話したのがこの本のエッセンスです。まあ、依頼があった時にですね、東大生の方から、まあ、内向きなんで、まあ、大学も学生も内向きなんでガツンとやってください、ただ注文がつきまして、まあ、我々はですね、上から目線は受け付けません、で危機感っていうのもあんまり我々にはありません、どうするんだって言ったら、じゃあワクワク感のお願いしますって言ったんで、こういうタイトルでお話しさせていただきました。じゃあ、まあ、この写真は後ほどそのネタ明かしをするとして、まあ、真ん中にちょっと地味な誰か知らない人が入ってますけど、この話のエッセンスは、まあ、危機管理ですね。その最悪を想定して、で準備をした後に初めてポジティブになろうという話で、まあ、日本のその原発問題からですね、経済対策まで全部これが欠けてると思うんですね。まあ、最悪を想定すると日本には言霊思考というのがありまして、あのリーマンショックの時に、あのさっき話があった塩崎さんたちと、あの経済対策をやってて、塩崎さんとってもまともな方なんですけど、長本の方々で、まあ、やっぱり言霊主義みたいな方がいらっしゃいまして、我々がその最悪を想定してやりましょうっていうとですね、田村君もとんでもないと、そんなこと言ったら本当になっちゃうよとかですね、縁起でもないこと言うなということで自己停止をしてしまって、後手後手に回ってしまったと。まあ、原発もそうですよね。ああいうその防波堤の高さとか電源を下に置いてしまうとか、まあ、活断層の上に作ってしまうというのがやっぱり最悪を想定してないことだと思うんですけど、やっぱり、まあ、最悪を想定して初めてポジティブになれる。日本人は最善を祈ってずっと変なポジティブで、最後は悲観的自虐的ということなんで、それを変えていこうじゃないかという内容になってます。まず皆さんクイズです。これ大体あの今の就活生がコンサルティング会社なんかに行くと、まず最初にされる質問で、数字を見せられて、これは何でしょうってやつですね。23%、まあ、私の体脂肪とかでもいいですし、あの北欧の消費税とかでもいいですし、うん、エネルギー自給率もうちょっと、もっと低いな、低いですね、ああ、これ日本人の中でパスポートを持っている人の比率なんですよ。23%、これ皆さんどういう印象ですか、今の A というのは。あの、いや意外とあるなってこと、あ、じゃあこれっていう、低いなってこと。低い、そうですよね、僕も調べてみて意外と思ったんです。まあ8割ぐらいの人がパスポート持ってないんですね。で毎年1500万人ぐらいの人が出かけてるって言ってますけど、実はまあこんなもんで、まあ、大体同じような人が出かけてるという感じなんですね。東京だとこれ非常に高いんですけど、うちの地元なんかに行くと、まあ、低い。でちなみに同じような島国で、まあ、ちょっと前までオリンピックやってました、まあ、イギリスですね。イギリスで何パーセントぐらいあるんですか。50 62、3ですね。でカナダで 70%、 で G7 で一番低いのが、ここと同じぐらいのがもう一つあるんですね。そうなんですよ、アメリカ、日本が世界最大の田舎者と言われてるんですね。なるほど。で、大体 20% 台前半と。まあ、僕はその初めてアメリカに留学した時ですね、デューク大学ってノースカロライナにある大学に行ったんですけど、まあ、そこで当時はチェックを切って支払いをしてたんですけど、チェックを切った時に ID を見せろということになりまして、まだ免許証を取ってなかったんで、パスポートを見せたらですね、レジのおばちゃんが、これなんだと。これ港の通行証かなんかとか言ってびっくりしたの覚えてますけど、まあ同じようなもんです。ただやっぱアメリカは皆さんご覧の通り、世界中からいろんな人来てます。世界の中に、あ、国の中に世界があると。でまあ移民で出来上がった国ですから、やっぱり多様性は日本よりあるわけです。世界の大都市に行って東京に帰ってくると、一番最初に思うのが、まあ、素晴らしく安全で安定した社会だけど、 99% 日本人だ。外人がいるとなんか目立って指さしそうになりますよね。
シンガポールなんかに行くと誰が外人か分かんないという感じで、どっちがいいかはあれですけど、やっぱり多様性がないっていうのはどうかなと思うんですね。これまあ、エコノミストが出してた2050年の世界っていう本が、まあ、結構これも売れてるんですけど、世界シェアがこうなると、これ日本に関してなんですけど、上は何だと思います？今の2012年が2050年までこうなるやつです。こっち側が2012年、こっち側が2050年。これは人口ですか？人口ですね。世界シェア、今 1.8% です。これが 1% になる。まあ、9000万人台になってるんですね。で、下は何でしょう？ GDP ですね。GDP ですね。GDP 今 5.8% 世界。これが 1.9% になっている。まあ、つまり世界の GDP や人口の 98% 以上はもう世界の日本の外にある。ちなみにこのバブルの時で何パーセントだったと思います？1990年 10%、 16%。 16が 5.8 で 1.9%。 この予測の水準がですね、年平均の成長率が2050年まで 0.9%、 世界の地域で一番低く出てます。まあ、エコノミストの見方ですけど、アジア全体が大体 5.8、 日本がダントツ 0.9 で、でもご覧になった方いらっしゃると思うんですけど、1人当たりの購買力平価、通貨の価値を入れた GDP だと韓国の 58% になる。韓国よりやっぱり4割ぐらい貧しい国になるという予測が出たんですね。このままでいけば。で、このもう一つ、2050年の世界上位7位までの経済ってどこになるのか。これ7構成はね、いい線いったんですね。経済とまだ勉強しないはずなのに。ストップ7位なんです。今日本は3位です。1位が今アメリカです。2位が中国。3位が日本です。それがどうなるか。どうなるんですね。まあ、2050年です。インドが。インドが1位です。インド、中国。インド、中国。ブリックスはみんな入っちゃう。そうです。ブリックスプラスインドネシアプラスアメリカなんです。つまり日本はまあちょっと前まで5位とか6位に食い下がるだろうっていう予想がありましたけど、もう圏外に出てしまうということになります。これですね、まあ、5から63、これまあ2050年までに今5のものが63になるという。消費税率。消費税です。これは2050年に人口動態です。さっき言われたその人口の数だけじゃない、人口の構成ですね。高齢者の比率が4割を超えると、それを今の社会保障、年金とか医療保険を現行制度を維持したまま消費税だけでファイナンスするという極端な前提です。まあこうならないと思うんですね。もちろんカットもするでしょうし、他の税も上げるでしょうし、ただ消費税だけでやるとなるとこうなるということになります。63% 消費税の世界、皆さん最高っていう人いらっしゃいます。ね、まあカットっていうのはやりにくいんですね。こう昨日も財務省の人と話したんですけど、本当だったら増税よりのカットだけど、カットの方がやっぱり、まあ、私もインサイダーだったら分かりますけど、政治が怖がるんですね。だからカットできないとしたら、ここまでいかないとしてもやっぱり40とか35とかこういう水準にいってしまうかもしれません。やっぱりこれ何が伝えたかっていうと、この国の中でやっぱ人口が減っていくだけじゃなくて、経済が弱くなっていくだけじゃなくて、負担がどんどん増えていくということですね。まあ、その背景にあるこの数字です。2050年、4900万対3800万。これがまあワーキングポピュレーションです。現役世代です。15歳から65歳。これは65歳以上。これ見てください。1対 1.3 です。1対 1.3、 もうないしは1対 1.2 です。これは人類史上初めてのことです。1.2 人で1人の高齢者を支えている。つまり平均増、まあ、今もう平均というのは何の意味もなさないんですけど、あえて平均増を言うなら、まあ、自分で稼ぎながら子育てもして介護もするというようなもう限界です。これまさに既に起こっている地域がありまして、鳥取県という私の選挙区だったところなんですね。ここはまさにこれ以上高齢化が進まないという唯一の県でして、これ以上高齢者も増えないという県でして、まさにもう起こってます。どうなっているかというと、やっぱり、まあ、大変心の問題も含めて大変な問題が起こってます。もし時間があれば後で、まあこれちょっと単位がビリオンなんですけど、2100年まで、まあ、今の親の数に出生率が変化しないと、ま
まあ、ボコボコ3人4人産む人が平均的にならないということになりますと、1億2000万人の人口が2100年には4000万になる。で、2900年には1人になるということになります。その人が天皇であり首相であり債権者であり債務者であると。昨日財務省のやつが話してて、まあ、その人に追っかぶせて、まあ、いいじゃないかみたいな話を彼らもやったんですよ。1人になるという話ですね。で、3000年に誰もいなくなるという千年予測ってやつです。まあ、長期予測人口難しいんですけど、まあ、移民を入れなかったらこうなっていく可能性が高い。で、ここでまたクイズですけど、4000万っていうとですね、日本の人口は着実に増えてきたんですけど、いつ頃の人口だと思いますか？4000万人。どちらでしょう？明治新。大正。明治初期ですね。明治初期、4000万人。あの頃は8割が35歳以下だった。その頃は65歳以上が、まあ、4割ということで、構成が違うんですね。まあ、4000万人というのはヨーロッパに行ったら皆さんご存じの通り結構大きな国になります。ただやっぱりその人口構成というのは全然違いますから、まあいろんな問題もチャンスも出てくるわけです。もう一つこれ前提にしなきゃいけないのが、これちょっとこれはある学者の話なんですけど、2030年までに半分になっちゃうものがある。Facebook の時価っていうのはもう下がっちゃいましたけど、上場時の時価っていうのがボーイングとほぼ同じだったんですね。でボーイングの全世界の正社員の数って何人ぐらいだったんですか？ボーイング社ですね。3万人は17万人ですね。で、17万人のが生み出す、まあ、時価総額と同じものを Facebook なんです。 Facebook の正社員数って今何人？3400人ですね。まあ、つまりそのこれからの経済というのはもうより少ない人で、もう皆さんも Google カーってご存知だと思いますけど、もういわゆるロボットと IT で運転する車ですね。これもう実用化されてまして、で Google のキャンパス内をぐるぐる走ってるんですけど、1回だけ事故があったんですよ。そのもう普通の道路上も走ってます。検査やってました。1回だけ事故があったんですけど、あれは人間がぶつかってきたっていう事故らしいですね。その高速バスの事故があったじゃないですか。やっぱり疲れてた、そして道を間違えた。で Google カーになるともう道は GPS で絶対間違えないですし、ロボットが運転しますから疲れないですから。つまり運転手とか 3D プリンターって見たことある方いらっしゃいますか？まあ、2次元のプリンターじゃないですか、普通今のコピーって。今度は3次元のものがコピーできる。つまりもう製造業とかが大きく変わってくる。人間がいらなくなるんですね。この本に書いてありますけど、三田谷さんが発表して大分県がずっこけたっていう例が、デジタルカメラの工場を、新工場を大分県に三田谷さんが作るって打ち出して、大分県がすごい喜んだら、無人化工場だった。評価ゼロだっていう、本当は分かったですね。ずっこけたって。つまりまあ、Amazon の Kindle が今日から Kindle ストアオープンしますけど、あそこの倉庫もほとんど人が働いてないです。ロボットが全部仕分けられています。全部ロボットが出してきて放送して皆さんのところに届くというふうになっています。あとですね、これは磯山さんの方がおかしいですけど、やっぱり日本だけの情報に限ると非常にリスキーだということですね。こうやっぱりまあオリンパスの件はもう知らんせやっぱですけど、やっぱり記者クラブと報告に弱い体質、そしてやっぱり日本語の壁、こういうものがあってですね、僕は北朝鮮並み、重要情報に限っては北朝鮮並みで、北朝鮮より立ちが悪いのは、情報が自由にあるように見えるんで、そういう意識をみんなが持ちにくいってことなんですね。でちなみに全世界にある情報の中で日本語になっている情報って、まあこれ推測の仕方が難しいんですけど、何パーセントぐらいだと思いますか？全世界にある情報の中で日本語になっている。人口と同じぐらいですね。2% ぐらいですね。98% の情報は、まあ、日本語になってないということで、やっぱり日本だけの情報に限ると非常にリスキーである。で、まあ、これはもう本当に海外に住まれている方がたくさんいらっしゃるので、こんなこと言うのは恥ずかしいんですけど、これまだ合成向けですから頑張りすぎていただきたいんですけど、
日本の外と日本の中をざっくり分けるならどういう世界かと言いますと、この3つがあるかないかだと思うんですね。この日本というのはこれがない方がいいという社会だと思うんです。で、日本の外ってこれがないとやっていけないと、誰も助けてくれない、まあ、いわゆる村社会ってやつですね。パイがどんどん増えてて、まあ、やっぱりどちらかというと多様性を排除して、で、もう協調と、まあ何ですかね、もう、まあ、多様でない、その純粋培養みたいなものを強めていくことによって日本はその強くなってきましたから、戦後の話ですけど。しかしながら、まあ、生物がこれだけ多様であるっていうのは皆さんも社会の説法ですけど、何か激変があった時にどれかが生き残るように、まあ、多様性を持っていると言われてるんですけど、今日本はもう純粋培養を進めてきて、村社会でみんなで空気を読んで、まあ、自律的に決断がない方が出世に有利とか、ない方がまあやっぱりその社会的地位が高まるとか、そういうことがあったと思うんで、しかし外に出ると、まあ、これがないとやっていけない。そして日本ももうパイが縮まる世界、今データで見ていただきましたけど、つまりもう村社会が我々を守ってくれるっていうことが、まあ、地域社会もですね、国も企業ももうそういう前提がなかなか成り立たない。もちろん政治の割り振りがあってやってるわけじゃなくて、やっぱり守る力はもうないことはもう皆さんお分かりだと思うんですけど、やっぱりそれを全国に対して言えませんから、やります、守ります、これはして差し上げますみたいなことをずっと言ってるわけですけど、これはもう可能の力で、企業だってもう定年まで皆さんを雇用して、今度は定年後は年金がバトンタッチして死ぬまで面倒を見るってことはもう非常に考えにくいわけですね。地域社会も皆さんもご地元とか出身地にお帰りになるとお分かりの通り、商店街も地場産業もズタズタですから、地域社会をみんな守ってくれるというのは非常に難しくなってきました。まあ日本にいられし、もうこれも社会戦法でざっとずっとざっとやらせていただきたいんですけど、まあ、やっぱりこれ、まあ、若者に書いたんですけど、まあこれからっていうのはもう皆さん社会戦法ですけど、負担が増える中、まあ、テクノロジーによって消される仕事を世界の同世代と奪い合う時代になる。で、世界の同世代って、まあ、いいか悪いか別にしても英語になっていく中で結構英語ができると。やっぱどこでも働ける能力をつけておかないとやっぱり厳しいよと。それとやっぱり安全保障ですね。まあ、今韓国や中国、ロシアも上から目線になりつつありまして、まあ、個別のイシューで全部を予告しにして話すのは適当ではないんですけど、やっぱりその彼らの国の人たちと話してて、あとアメリカとも話してて、やっぱり経済力が落ちていくと、で、人口が減っていくと防衛に避ける人間も少なくなりますし、防衛費も出せなくなりますし、そして守ってくれると思っているアメリカから見てもですね、アジアにおける重要性というのは地位が低下していけば、どこと組むべきかというのはオプションを他にも考えるのは当然ですね。ですからやっぱり力を失っていく中で安全保障の問題も必ず出てくるということが一つの日本のリスクだと思います。で、イノベーションというのをこれからやっていかなきゃいけないと思うんですね。こう付加価値を生んでいく、で、テクノロジーに絶対負けない。で、イノベーションというのは何なのかという話なんですけど、ここからちょっと教育の話になりますけど、イノベーションというのは何でしょうという話を投げかけたんですけど、皆さんどう答えますか？機械に負けない世界の同世代、もうバリバリガリメンやってインドや中国に負けない、変化に頼る。そうですね、まあその通りですね。そのイノベーションの代名詞みたいな人って皆さんのイメージの中ではどうなんですか？ミスターイノベーションみたいな。そっからです。スティーブ・ジョブズ。スティーブ・ジョブズですね。スティーブ・ジョブズがこれをどう定義したか、有名な言葉があるんですけど、これですね。これが意味がよくわかるんですね。コネクティングドッツ、点と点を結びつけることがイノベーションなんだと。どういう意味なのかという話をね、ちょっと学生で考えたんですけど、まさに iPhone みたいなやつですね。つまり中に入っているものは i モードでもあるようなものなんですよ。そう、インターフェースを変えることによって新しいものをしていく。この点と点をつなげること、なんかこうイノベーションっていうとですね、こうずっと考えて
漫画で言うとですね、パッとあの電球に火がつくような絵が出る、そういうイメージもあるかもしれませんけど、あのやっぱり本当にイノベーターみたいな人は既存のものを組み合わせることによって革新というのは起こっていくというふうに言ってます。これあのジョセフ・シュンペーターというあのイノベーションという言葉を生んだと言われている経済学者も同じこと言います。まあ、これでここが、ね、日本の弱さと可能性なんですけど、リベラルアーツ教育ってやつですね。でやっぱり日本の学生っていうのはどうなっているかというと、高校生の時にもう学部を選ばされるわけです。あのやったこともないのに経済とか工学とか理学とか医学とかで、18歳の時にそのこういう学問を経験したことない子たちが選ばされる。もう皆さんもご案内の通り、どういう基準でそうなるかというと、好きだとかやりたいとかじゃなくて、大抵の人は偏差値ですね。偏差値で行けるところに行くということで、まあ、じゃあ工学部とか、じゃあ医学部とか、じゃあ何大学、経済学部、何大学、工学部となるわけですね。しかしながら、まあ、リベラルアーツが皆さんご存知の通り、この18歳で選ばせないということですよね。まず全部やらせると。まず全部やらせて、その中で組み合わせを自分で考えていくと。でこの中でいろんな新しい学問が出てくるわけですね。経済と歴史、今経済史っていうのが非常にまた脚光を浴びてますけど、アンガス・マディソンっていうね、あの大経済史の大家、この前2年前に亡くなった方ですけど、千年の経済史って言って、まあ、インドと中国の時代っていうのが来るっていうのは間違いだって言うんですよね。その人に言わせると、2000年の経済を見てみると、この過去2000年間のうち1800年間ずっとインドと中国の時代だったと。この産業革命からの200年がイレギュラーだったので、彼はリ・オリエンタル、再び東洋の時代になるだけだというふうに言ってます。これも彼が歴史と経済という境界を超えたものをしっかり研究してきたわけです。まあ、経済と心理学、これは行動経済学のやつですね。こうなんかこうグラフの均衡点で全部説明するというのが経済学、当てにならないということで、まあ、市場でやってらっしゃる方なんか特に社会説法だと思いますけど、やっぱり売り手と買い手の心理とかですね、まあ、あの今 の, その国民全体の感情とかを考えて、まあ、株価をその想定する、まあ、宗教と科学なんか、科学と技術とかですね、この辺もそうです。あの学際研究で、やっぱりその、まあ、藤井先生がいらっしゃって、ちょっと知らせっぽなんですけど、僕はその向こうの教育を見て、これからの時代に合ってるなと思うのは、一つやっぱりリベラルアーツですね。もう点と点をつなげていくこと、イノベーションが起こりやすいということ、もう一つはボーディングですね、やっぱ全寮制ってやつですね。で日本も昔全寮制だったんですけど、なぜ全寮制じゃなくなったかと言いますと、まあ学生運動ですね、アジトになってたんで、それも徹底的に破壊するということで寮がなくなっちゃったんです。今東大生の 50% が片道通学時間1時間だそうです。東大が出した統計によると、つまり1日2時間を通学に使っているわけです、ね、自宅から。と言いますと、1日のうち12分の1、4年間にしますと4ヶ月、このボーディングと差がつく。これはもう学校と寮が一緒ですから。あと、皆さんもご案内の通り、Facebook ができた映画でソーシャルネットワークってありましたけど、つまり今の起業っていうのはもう寮の中で起こってるんですよ。今シリコンバレーでホットな一種がアメリカで成功してから世界に行くべきか、最初から世界を想定すべきかっていう議論が起こってて、今やや優勢なのは最初から世界を想定すべきかっていう議論なんですよ。でこれも彼ら非常に有利で、例えば東大の中 の, その留学生の数って理系も合わせて 6% なんですけど、ハーバードとかイエールとかやっぱ 20% です。でアメリカ人って言われる中でも、もうインド系もあり、韓国系もあり、中国系もあり、ヒスパニック系もありということで非常に多様です。で私も目の当たりにしたんですけど、企業のアイデアとかですね、すぐ寮でみんなを集めて話し合うんですよ。でしかもその寮の中にインドから来たやつもいますし、イスラムの世界から来たやつもいるし、南米から来たやつもいますから、すぐこのサービスインドで OK かな、中国でブロックされないかな、イスラム社会のしきたりに合ってるかな、南米でどうかな、最初から世界にスケールするような可能性を吟味できるような、まあそんな環境にあります。
ボーディングっていうのは24時間、まあもちろん通学がないんで、あの時間のロスもないし、通学時の事故もないみたいな、あの唯一は歌ってるところありますけど、やっぱり用っていうのは素晴らしくいいな。あとはやっぱり学生がグローバルだったんですね。まあ、あと リバースイノベーションって本が出ましたけど、まあ、これまさにですね、その皆さんの中でリバースイノベーション読まれた方いらっしゃいますか。これは絶対読まれた方がいいんじゃないかなと、まあ、先生の言い方ですけど思うんですけど、何だと思いますか、リバースイノベーションって。まあ逆イノベーションってやつですね。普通イノベーションっていうのは、この最近までは先進国で起こって新興国に伝わっていくという図式が上から下に流れているんです。今やその後進国、新興国から先進国へどんどんイノベーションが伝わっていく。新興国でイノベーションが起こる。よく、まあ、インドや中国のことを、まあ、三丁目の夕日の時代だと言いますけど、一番私が行ってみて違うと思ったのは、テクノロジーを持った三丁目の夕日なんです。テクノロジーが非常に有効に使われるんです。なぜかというと、インフラが弱いから。例えば、モバイルバンキングが一番世界で進化しているというのは、どうだと思いますか。バングラデシュ。近いですね。そこもそうですね。今、ケニアなんですね。一つは英語ということと、あと電話専門がズタズタだということですね。で、携帯で、あと銀行の支店もないということですね。だから、フィジカルなインフラがないんで、もうバーチャルなインフラに全て詰まし。しかも英語だということで、複雑なモバイルバンキングが今ケニアで起こってて、そこを今新興国、先進国がとっても研究して学んでます。じゃあ次ですね、自然エネルギーの有効活用ですね。スマートグリッドを含めた有効活用が世界で一番進んでいるところで、どこだと思いますか。インドもそうですね。インドネシアですね。なぜかというと、インドネシアって4000の島からなってるんです。送電線引こうと思っても引けないんですね。だからエネルギー現地調達ということで、世界の自然エネルギーの会社が実験という名目で風力とか、まあ、太陽光とか太陽熱を置いて、そこで自給自足をするような仕組みをもう作っています。スマートグリッドはインドネシアに学べという時代になっています。 IT 農業はさっき言ったインドですね。インド その漁師とか、あの農家とかはもう今ああいうインドはブラックベリーがあるんですけど、ブラックベリー見ながら、シカゴの穀物取引所の価格を見ながら、来年何作るかと決めてます。そして、どの港で水揚げをするのがいいかというのを瞬時に見て、船の方向を決めるというのも一般的です。あと、私の友達でそのハーバードの MBA を取って、あのお医者さんなんですけど、今彼が研修している病院が、インドの NH ホスピタルというバンガロールにある心臓バイパス手術に特化している。その心臓バイパス手術に特化した病院というのが今、今度アメリカに逆上陸しています。心臓バイパス手術の値段というのは大体アメリカで受けると200万円です。まあ、手段、ざっくり言います。で、インドで受けると20万円、10分の1なんです。インドで心臓バイパス手術受けたくねえよっていう人もいらっしゃるかもしれないけど、そこは生存率がインドの倍高いんです。で、しかも、検体、つまり手術を受ける人の症状というの悪化度というのもインドの方がはるかに高いんです。じゃあなんでインドの方が技術の高い心臓バイパス手術ができるかというと、はっきり言って手術をやってる数が違うんです。年間2000件この病院やってるんですね。アメリカで一番大きな病院でもやっぱりその10分の1です。やっぱり学習効果が違うんです。それとアメリカの最高の病院と同じ医療機器を使ってます。しかし10倍の数やってますから、あの1人当たりの固定費が下がっていくわけです、ね。まあ、その世界最高の心臓バイパス手術は今インドのバンガロールで、その病院が今度アメリカに逆上陸します。アメリカの値段の半分でやるようになるわけです。つまり先進国だけ見てたら我々の未来は分からないということだと思うんですよ。どっからライバルが現れるか分からない。ですから GE とか P&G とか全部 R&D、 世界の R&D の拠点は今インドにあるんです。インド人何するか分かんないと。20万円の自動車出してみたいなナノってやつですね。あと7000円の大型冷蔵庫ってものが今売れてるんですけど、スラム街向けの。それはまあ結構品質がいいんですね。85% のコストカットをして、
その 50% のパフォーマンスっていうのを目指してるらしいです。今先進国で売れてるものの半分のパフォーマンスをのものを 85% の、 その割引で出すというのがインドのやり方だそうです。このスラム街向けに3万円の家っていうのが出たそうですね。テントより安いっていう、どんな家なのか。これもですね、そのあの結構アメリカ注目が集めてですね、まあ、こんなに言っちゃいましたね。次にしよう。つまりもう、世界を見られている皆さんには社会戦法なんですけど、その、まあ、高校生に書いてあるんですけど、去年のガイドブックはもう役に立たないという時代になっているんです。10年前だったらそのまた10年前のガイドブックでも同じだったと思うんですよ。トルコっていうのはこんなもんだ、ブラジルに行けばここに行けよ、まあ、インドっていうのはこんな国ではずっと変わってなかったですから。いや最近は1年経ったらガイドブックとか見どころとかレストランとか全く当てにならないというのが私の感覚ですね。まあ、新興国っていうのはもう進んだ部分と遅れた部分のミックスなので、あとですね、POP 狙う必要ないというのはこれびっくりなんですけど、ナイジェリアとかアンゴラに行ってびっくりしたんですけど、ナイジェリア最近行かれた方っていらっしゃる。もうドバイみたいな感じですね。石油は出る、英語圏がある、世界中のその資本が入ってますから、エネルギーものすごいセンスのいいクラブとかレストランとか、もう食材とかワインなんかでも日本よりいいもの出してますね。でアンゴラっていうのはその外務省の問題になってまして、アンゴラの何が問題かというと、その首都の家賃ですね、東京の港より高いということなんです。つまり外務省の役人 の、 その手当っていうのは国の等級によって出されるわけですね。ちょっと前までアンゴラって最低水準だったん で、 で今その水準だとアンゴラの領事館も引き上げなきゃいけないそして今アンゴラの外交官はスラム街みたいなところ本当住んでるんです。それ我々がその与党だった時に対応できなかったんですね。アンゴラの外務省の人がもう、いや頼むから開けてくれって言うんですけど、贅沢言うなと、カットだと、アフリカにいて何がそんな30万の家賃だとか言ってたんですけど、よく調べたらこんなことになったんですね。で今アフリカはその親中感想っていうのはどんどん出てて、ちょっと前まで POP と子供ピラミッドって言って、その1日1ドルで生活している人を狙えというような本が日本でたくさん出たんですけど、今やもう中間層が人口の半分、つまり10億人人口いますから、5億人はもう中間所得者ということになってますから、日本はまだこの意識がひょっとしたら足らないかもしれませんけど、もう富裕層を狙えというようにもう切り替えてます。あとも新興国のエリート教育というのがいいと思いますね、その日本よりね。あとさっき の私がなんかお化けの九太郎みたいな人に囲まれている写真が最初にありましたね。あれはどこかというとアブダビで、私がその4年前からスイカを持って取ってきたスイカを売りに行った時の写真なんですけど、あの人たちは、まあ、アブダビの政府の閣僚なんですね。隣にいた津川雅樹みたいな人が文科大臣、こっちにいたちょっと怖い顔の人がプレイスだと思った人が農林水産大臣だ、アシードさん、今でもそうですけど、彼らにスイカを献上に行って、この後写真は撮らせてもらえなかったんですけど、皇太子、マーマン・ビン・ザイードっていう安倍さんもあるということで、まあ、平野議員がマーマン・ビン・ザイードに差しで会ったっていうのは、まあ、僕は初めてだったそうですね。まあ、なんか車とか原発じゃなくてスイカを売りに来た議員がいるっていうね、会ってやろうって言って、僕はかっこよく言ったんですね。赤いスーツに、黒いドットのネクタイ、緑でもしていたんですよ。スイカのコスプレですね。スイカの種とスイカの種とスイカの皮で、あれ以上やったら撃たれますって大使に言われたんで、3回検閲されたんですよね。その大田市の大使が行く前に3回のマシンガンに指がかかってたんで、大使が言って油汗かいてくれたんですよね。でまあ会ってくださいました。その姿で渡したところで、そのコースアルバムみたいなテレビ番組がありまして、ゴールデンタイムに合わされる、そこに使っていただいて、次の日にたまたまスーパーでセールをやったら1個3万円の値段がつけた、スーパーがつけた値段ですよね。ただ私がやりたかったのはそのスイカを売りに行ったことじゃないんです。このスイカみたいな農産物みたいなものを輸出しても、もう輸送コストがかかってしょうがないんですね。まあやっぱり金銭感覚おかしい人に売るっていうのは正しい商売なんですけど、
もそれでもサステイナブルじゃないん で, で私がやろうと思ったのはスイカを作る技術を見に行ったんです。スイカを作る技術って何かというと、鳥取のスイカがやっぱり世界一甘いんですよ。糖度で14度、イチゴと同じぐらい甘いんですよ。じゃあなんでこんなことができるかというと、鳥取というと砂丘ですね。砂地で作ってるからですね。寒暖の差があるから果物や野菜は甘くなるんですよ。梨とかもそうですね。だから乾燥地の農法っていうのはもう鳥取県は結構日本では最高技術のものとして鳥取大学と一緒に編み出したんですよ。これをその乾燥地であるアブダビに売りに来たんですよ、実は。ところがこれ負けたんですね。どこに負けたと思いますか？つまりこの話ですね。日本しか作れない。結構日本人はね、自己満足でこの技術は日本しかないと、日本が最高だと思ってるんですけど、実際売ってみるとね、手強いのが結構世界中にあるわけですね。似たようなものが安かったりするわけです。農業技術で世界最高峰って言ったら皆さんどこだと思います？意外なところなんですよね。皆さんも意外だと思われます。じゃあトルコ、イスラエル、イスラエルですね。イスラエル行かれた方もいらっしゃると思うんですけど、イスラエルは本当に砂漠の中のど真ん中に作った、まあ信じられない奇跡の国ってことですね。しかも周りから敵に囲まれてますよね。周りからその食料を買うわけにいかない。安全保障で一番大事な食料だということで、砂漠の中で農業をやる技術を徹底的に鍛えたんですね。で頭いいですから、一滴の水も使わずにトマトを作る技術があるんですよ。乾燥地でその甘い果物を作るという技術も彼らは持ってたんですね。しかも彼らの方が安い。アラブ人というユダヤ人をうまく使ってんだなと思いましたね。喧嘩してるようで裏でやってる。つまりもう世界を見てないと、日本だけみたいな技術がどんな、日本ではイケてるみたいに思ってますけど、例えばカルロス・ゴーンが言ってましたけど、板金技術ですね。でトヨタは海外にこれからもっと出ていくって言ってますけど、下請けを全部連れていくスタイルですね。で日産っていうのは下請けを連れていかない。で公平にその現地のその下請けと下請け候補と競わせる。でカルスボーンが全部調べたら、インドネシアやタイにも日本で世界一と言われている板金技術に似たようなものがあるということが分かったんです。だから日本人しかできないんですということを、これからずっと思ってていいのかというのがその私の問題です。でここからちょっと字ばっかりだったので、ビジュアルでちょっとクイズを出していったんですけど、世界これはどうでしょうみたいな感じです。これどうだと思います？どこイタリア、これ世界のどこでしょうね。フェラーリです。トニーマザードバイです。これアブダビなんです、ね、アブダビ。フェラーリの筆頭株主は今アブダビ政府なんです。そうなんだ。なんです。それで F1 グランプリの最終戦で今アブダビやってるんです。11月に第1回にそのスイカを持っていたこともあって、皇太子から招待されて見に行ったんですよ。で、安島っていうところなんですね。安島ってのは平和の島っていう意味で安島なんですよ。で、安島でそのサーキットをのために安島って作った人工島なんですよ。このサーキットを引っ張ってくるためだけに作った人工島が2兆円かけて作ってます。子供手当の3分の2ぐらいにかけて作ってあるんです。くれよと思いましたね。このまあこれフェラーリワールドっていう世界最大のテーマパークですね、世界最大の屋内型テーマパークです。東京ドーム23個分だからなんです。この外が50度、中が19度、入る時に心臓が止まりそうになるヒートショックがあるようなとこなんですけど、まあちょっと前まで砂漠でラクダ引いてたような人たちが今こんなものを作ってるんですね。そのアブダビっていうのはすごくて、サウディアック島っていう文化島も今作ってまして、ルーブル美術館の別館っていうのも世界で初めて作りました。ルーブルってご案内通り、飾ってあるものより在庫の方が何倍もいいんですね。在庫を全部買ってルーブルの在庫をここで展示する。すごいのが、その美術館とか海洋博物館とか作って、海洋博物館のデザインを安藤忠雄さんが
振られたんですが、安藤さんから聞いたんですけど、たまげた大丈夫か、お二人から言ったのは、予算を聞いたんです。いくらだっていい。その時びっくりしたんですけど、予算はないって言われたんですよ。ないってどういうことなんですか。制限はないって言われたんですよ。そのルーブル美術館の方がイタリア人がデザインして、とんでもないものいくらかけたんだっていうデザインになったんですよね。これ皆さんご存知ですか。シンガポールね。これまあ日本でいうと建築基準法違反建物ですね、完全に。まあ、55階のタワー3つを150メートルユニティプールでつなぐと、まあ、今シンガポールってのはもう本当にこう、まあ、1人当たりの国民所得で日本を抜いてとっても豊かな国になってますけど、未だにまあバブルの絶好調、不動産価格もバブルだと言われてから5年経ってまだ上がってますね。どん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 高層ビルが建ってる。ここはまあどうでしょう。シャーマンですね。これは、まあ、森さんが作ったやつ。ここの隣に今シャーマンタワーというのが建ってますね。もう本当に3ヶ月見ないともう変わってしまう。ここちょっと分かりにくいんですけど、もうこれイスタンブールですね。イスタンブールもこんなになっちゃった、うん、これはどこかというと、これはモスクワですね。モスクワのファイナンシャルセンター。ああ、本当にこう本当にここはバブルです。余談になりますけど、今中国が、まあ、その日本との関係で、日本だとその日中関係の話ばっかりしますけど、中国国内の問題っていうのは、その中国の共産党政府 の上層部 の資金資産力っていうのは非常に問題なんですね。ちょっとIMF 世銀総会に来てた連中から聞いた話なんですけど、中国の全人代、日本の国会に当たるところですね。あそこは選挙ないんですけど、全人代570人の持ってる資産の総額がいくらぐらいだったんですか。トップ70人の持ってる資産1兆円ぐらいですか。7兆円1人1000円という、かなりその精度が高いという情報をちょっとある中央銀行の関係者から聞いたんですけどね。それで笑ったのが、習近平がロムニーより資産が多いって言って分かってたんですね。で習近平はでも世界でその元首としては2番目に金持ちらしいですね。1番は誰なんですか。サウジ。サウジ。アブダビ。プーチンなんですね。プーチン。プーチンの次は習近平。つまりこれは何が問題かというと、今まではその中堅市長とか地方の首長にそういう腐敗があるということが問題で、それを中央政府がやっつけると、エコ仮面みたいにやっつけるということで国民の不満は抑えられたんですけど、国民もまあ薄々中国共産党のトップを持ってるんじゃないかと思ったんですけど、ブルームバーグが出しちゃいました。でその中国国内ではそのなんだお前らのかみたいな話になって、その不満が高まって、こういうことが背景にあるんですね。だからまあその変な効果ではその外国のメディアに対する、まあ、検閲の圧力が高まったそうです。つまりそれを否定しなかったそうです、中国政府は。まあここもそうですね。だからロシア本当こう官僚とか政治家がすごいなと思います。で僕はそのここ その一番高級なクラブですね。まあクラブっていうのはそのインタクラブみたいなのないですから、そのディスコみたいなのですね。でそこに行ったんです。そこのオーナーのたまたま知り合いで、そのテキサス系やテキサス出身のアメリカ人のソーホールームズっていうクラブなんですけど、そこのこれぐらいのテラスの貸し切り料が一晩で1000万だったんですよ。そのみんなキャッシュで払ってました。キャッシュ、もう恥ずかしい人たちなんですね。ちょっと前までやってもやらなくても給料同じって人たちです。差がつく世界になったら見せつけたいそうですね。だからそのなんかこういう栗谷百科事典みたいな札束を持ってきて渡してるって言ってましたね。まあ、見習う必要ないですけど、これがアンゴラのコースラインですね。今こういうふうに欧米 そのエネルギー会社の人たちを住まわせるような高層マンションがどんどんだって、
こういうところの家賃が港日より高いということになっているんです。で、まあこれとにかくこの本にも書いてあって、あの奈良高生とか東大生にも言ったんですけど、ダブル経験した方がいいと。縮小する単位の中で、縮小する考えの中で安定してても、やっぱりそれはもう若者らしくないと。発想を拡大させた方がいい。まあこれはね、そのいろんな人と議論したんですけど、日本は安全かっていう議論したんですね。で、今一番危険なところって言われているシリアですけど、シリアで騒乱が起こってから死んだ人って2万人ですね。しかしもうご案内のとおり、日本人は1年間に3万人が公式統計で自殺してますけど、その警察が自殺という断定しないやつも含めると10万人というんですね。10万人近く死んでんじゃないかと。その中で断定するのは3万人だそうです。バグダッドで殺されたアメリカ兵は6000人なんですけど、まあ、バグダッドやシリアとどっちが危険かという話をしたんですけど、やっぱり安定して治安はいいですけど、ずっとデフレが続いている中にいて空気を読み合って、まあ、村社会みたいな暮らし方をしていると、その意味の危険があるんじゃないかというふうに思います。あとやっぱり私が学生時代だった頃に比べてはるかにディスカウントですよね。78円とか79円とか、なんでいかないのと、まあ、この中に経済の専門家の方でたくさんいらっしゃいますけど、これが続くかどうかですね。いつまで持つなと。気がついたら100円とか150円とか300円とかなってるかもしれませんね。安いうちに行けと。 LCC とかもありますし、あと迷っていてはハードルが上がると。僕の友達でも結構いたんですね。行きたいけど5年後3年後とか行ったら適者結婚しちゃったとか親が壊れたとか現実的にそうなるともいけなくなりますから。それとも、まあ私が一番この本の中で強調したかったことは、もちろん多様性を身につけると、多様性に触れようということもあるんですけど、やっぱりその日本に生まれて金メダルという感謝の気持ちを持ってほしい。まあ、他人の飯を食って初めて親の間で目が分かるということでよく言いますけど、僕もその政治家の時はもう結構海外に行ってたつもりですけど、やっぱり、ね、ゼロ泊何日とか多かったですから。去年1年間ずっと海外にいて日本を眺めるとですね、こんなに好かれてる国はないですし、まだまだ日本の潜在能力ってすごい高いですね。アジア、さっきアジアの凄さをいろいろ紹介させていただきましたけど、実はアジアから見て日本の内需っていうのは圧倒的なんですよね。まだまだそうは言っても内需の規模やもちろんその洗練のされ方、まあ、日本に見合うようなところはやっぱりなかなかないです。日本の魅力っていうのは、日本が嫌いっていう人はほとんど世界で会ったことないですね。これだけ好感度が高くて世界一強いパスポートと世界一強い通貨を持っているうちに世界に行かない理由はないだろうと。まあ、その私がいるシンクタンクでもね、その原油競争力分析っていうのはこういう数値を出して総合力を競うんですね。まあ、日本というのはですね、そのマスコミも政治家もある部分を切り出して一番その部分がいいところと比べて自虐的になってですね、年金制度だとスウェーデンと比べるとかですね、経済成長率だとシンガポールと比べるとかですね、そのグローバル企業の成功だったら韓国と比べるとか、シリコンバレーみたいなところと比べるとか、しかしそんなの合成した国家って世界に一つもないんですよね。シンガポールと比べたら向こう500万ですよ。むちゃくちゃ向こうのコンプレックス持ってますね。で、一時期その日本からたくさん行ってた人がいましたけど、シンガポール市に言わせると俺が交換したいとパスポート、俺が日本人になりたいというふうに言ってましたね。まあ、例えばスウェーデンの年金だったら800万人ぐらいの人口です。神奈川県ぐらいの人口ですから、そこの年金制度を1億2000万人の国に導入するというのは途端無理なわけですね。で、総合力を見てみるとやっぱり中国よりまだ上なんですよね、全ての面で。しかしもう皆さんに釈迦に説法ですけど、この状態を数年続けたらやっぱり厳しいと思うんですよ。韓国 その IM ショック97年は、ね、非常に良かったんですね。何が良かったかというと、新興国が目覚める前にショックを受けたんで、彼らはもうスタートダッシュで聞いたと。もし日本がこれから目覚めなくて10年20年後に目覚めたとしたら、世界中ライバルだらけで、さっき言ったような一
バースイノベーションも起こってますし、やっぱりそろそろ目覚めないといけない。やっぱりそれはもちろん今の政治家とか今のリーダーの方も、もう私も含めて頑張らなきゃいけないんですけど、やっぱり次の世代の人たちですね、この人たちをやっぱり外に出て覚醒させるということが必要じゃないかなと思いますね。やっぱり近代に日本が伸びた時ってそういう時代だったと思うんです。明治維新の頃、日露戦争の直前、そして戦後の復興期、謙虚に日本人がたくさん世界に出て学んでいいものを取り入れた。その時に日本はもう非常に伸びていくわけですね。ところがもう成熟したからいいんだと、日本は先頭に出たから、まああとは身を任せればいいんだ、もう日本には世界一のものがたくさんあるみたいなことではちょっとどうかなというふうに思って、こんな感じでまとめを作ってみました。感謝の気持ちを忘れたんですね。結論は B が B、EMB、こうオチなんですけど、EMB というのは、車の名前でも体脂肪率になっている、バイマイブックですね。これでオチがついたところで、皆さんご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。